今回は皆さんに質問から始めていきたいと思うんですが、受験生の方と、そうじゃない方、それぞれ質問があってですね、受験生の皆さん、皆さんの受験の日です。受験日、いつでしょうか？そして受験生じゃない方はですね、近々、一番近いうちにある定期テスト、中間テストか期末テストにしましょう。中間期末、一番近くにあるテストの日程、いつでしょうか？改めましてどうも、ハイチューです。今回はですね、冒頭に質問させてもらったんですが、まずテストの日程もしね把握してない方がいらっしゃったら、年間スケジュールとか、共通テストとかはね、この動画でも話しますけどネットでも調べられますんで、ぜひ受験日を、あとはテストの日ね、調べて把握しておいてください。それを把握していただいた上で今回話を進めていくんですが、実はですね、共通テストっていうのは、今年からねセンターが廃止されて共通テストに変わるんですけど、1月の16、17です。令和3年のね、今年はそれに行われます。で、1月16日までに、ちょっと登校日によって若干ずれてるかもしれないんですけど、あと141日間あります。141日です。で、高校入試の私立も、大体1月に行われると思うので、大体そのぐらいだよね。高校生に、中学生に関しても。1日、じゃあ3時間勉強するとしましょう。アベレージ、平均がね、もっとね、してる方もいると思うんですけど、3時間で計算させてください。1日3時間アベレージでやった時に、141×3 なんで、423時間です。いいですか？ 1 日3時間やっていくと、あと423時間勉強できることになります。で、科目数も大学受験とかだと科目ちょっとずれると思いますけど、一番ある5科目にしましょう。国数、英理社のね、中学生は分かりやすいし。5科目あった時に、423時間の勉強を5時間で均等に分配したらいくつになるかっていうと、じゃん、84.6 時間です。カンニングしました。84.6 時間しか一つの科目でもう勉強できません。この 84.6 っていうのが、うわ、めちゃくちゃであるって思う方もいるかもしれないですが、今回の動画で伝えたいのは、そんなに時間ねえぞっていうところと、あとはみんな自身が1時間の勉強でどれぐらい進むのかっていうのは大体わかってると思います。実際そんなに進まないですよね、勉強って。特に分かっていることをさ、確認するのは進みますよ。だどんどんサクサク解けるし。でも、知らなかったことを覚えるとか、できないことをできるようにするって簡単じゃない。1時間でもそこまで進まないんです。だから、あと1月16日前に、1つの科目が 84.6 時間しかもう勉強できないんだっていうのを、まず今回の動画で、ちょっと、改めてね、そうなんだと思ってください。ですが、今回の動画はその煽りたいわけじゃないんです。危機感持てよ、やべえぞやべえぞって言いたいための動画じゃなくって、不安をコントロールするっていう話を実はメインでやっていきたくて、今までこの話をしてきました。何かっていうと、例えばですね、塾とか行ってると、その共通テストまであと何日とか、そのどこどこ、あと高校受験まであと何日とか書かれてることあると思うの、見たことあることもいると思います。ドラマとかのイメージでも構わないです。で、これぜひ自分の部屋でやってください。受験生じゃない方は、あと定期テストまで何日とか、次の定期テストの目標とかを、自分の勉強机がわからないですけど、目に見えるところ、その机、自分はね、年間目標をその仕事机の目の前に貼ってあるんですけど、その目に見えるところとか、あとは自分の生徒とかでいたのは、スマホのそのロック画面のその画面にそれを書いて、自分でね、なんか手書きわかんないけど書いて、それをしてる人とかもいました。とにかく日常生活の中で目に見える形を意図的に作るっていうのが大事です。で、それが何でかっていうとですね、皆さんちょっと想像してほしいんですが、多分この動画見てくださってる方の中で、そういう環境を整えてない方の方が多いと思います。あまり自分の身の回りの生徒とかでもやってない人の方が多かったからね、その出会った時には。で、そうすると何が起こるかっていうと、皆さん普通に勉強するじゃないですか。で、もちろんずっと勉強するわけじゃないので、勉強しないオフになる時ができますよね。で、オフの時に動画を見てるのか、スマホいじってるのか、雑誌読んでるのか、いろいろあると思うんですけど、過ごしてる時って勉強のこと考えてないですよね。でも、ふとした時に思い出しません？次に勉強する時なのか、友達と LINE しててさ、友達が急に受験の話してきたから、勉強しなきゃって思う瞬間もあるかもしれないんですけど、ふとした自分が意図してない瞬間に、その勉強のこととか受験のことにスイッチを強制的に入れられるんですよ。で、そうなると割と人って落ち込むんですよね。少しその状況を想像してほしいんですけど、まったりしてる瞬間に何かのきっかけで、勉強やんなきゃやばいってなった時って、そのね、やばいって思った時にすぐ勉強机行けます。
やばいって言ってタタタタってやるよみたいな、いるかもしんない。でもね、多分いないと、あんまいないと思うんだよね、その人って。どっちかというとため息が出る、はあ、やんなきゃみたいな。でこれっていうのは自分のその勉強とか、まあ、受験に関してもそうなんですけど、オンとオフのスイッチを外の要因で全部コントロールされてるんですよ。みんながコントロールされちゃってるんですね。何かの要因でスイッチが入る、スイッチが切る、まあ、勉強をね、してたのをスイッチをオフにしてるのは意図的かもしれないけど、意識してないと、あ、休憩って思って、なんかオフにするぞと思ってないんだよね。勝手にオフになってるから、また勝手にオンに入れられて、不意にオンに入れられるから、気持ちのね、整理ができてないから、そこに対応できなくて、落差ができて落ち込むんです。ついていけないから、そのもうテンションに。で、怒ってるんですよ。で、それが割と、それで無駄な時間が過ごしてる方が多いんですね。つまり何が言いたいかっていうと、そのオンとオフのスイッチをみんながコントロールするんです。コントロールされるんじゃなくて、自分でコントロールするの。受験とか定期テストの勉強、私の手のひらで踊りな、ぐらいな。そんなテンション、まあ、そんな S 系のキャラ出さなくていいけど、全部自分がオンとオフはコントロールしてるんでってなってほしいんです。つまりずっと程よい緊張感を持ってる状態です。ずっと頭のどっかの片隅というか、意識してるところに受験のこととか勉強のことがこびりついてる感じです。ただこれは万能じゃないです。もう100人いたら100人に合いますよっていう方法ではないので、もうこれを聞いてもね、いやちょっと私には合わないっていう方がいたら、それは合わないのも正解なんで、気にしなくて構わないんですけど、イメージとしては何してる時でも頭の片隅、自分が意識しているところに受験のこととか勉強のことっていうのがある状態を作るんです。意図してオフにしないの、完全オフを作らないっていうのを自分が実際にやってました。だからご飯食べてる時とか、まあ、自分ゲーム好きなんでゲームしてる時とか、まあ、テレビ見てる時もそうなんですけど、常に考えてるんですよ。自分ゲームがね、ロールプレインゲームってレベル上げしたり、モンスター倒してさ、レベル上げしたりするゲームが好きなんですけど、レベル上げしてるじゃないですか、まあ、作業なんですよ、レベル上げなんて。でやりながら、あ、さっきの英単語何覚えたっけとか、あ、次あれだ、数学7ページ7問題やんなきゃとかって常に考えてるの、ちょこっと。いや、気持ち悪いって思うかもしれないですけど、自分はそれが合ってるんですよね。実際この状態を作ってやってきて、まあ、自分の生徒にやらせた感想も含めてですけど、何がいいかって、オンオフ、まあ、そのオンオフの中でもずっとオンみたいなもんなんですよ、確かに。でもずっとオンみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃちゃんと勉強するオンの時と、休憩してるんだけど完全オフのスイッチを入れるんじゃなくて、オンを維持してる状態を作っているので、不意の、最初に話したね、不意にオンにした、受験がドンって来た時に何も感じないまで言わないけど、ダメージを受けにくいんですよね。だってずっと考えてんだもん。でずっと考えてるから、何やんなきゃ、もっと勉強しなきゃとかじゃなくて、次に何やろうも全部組み立ててるから、まあ、計画を立ててるっていうのが前提にはあるんですけど、その、まあ、受験でマラソンってよく言いますよね。マラソンをしてて、例えば給水所とかで、その完全オフにしてる人って、給水所で水飲んでぐでんって寝てるイメージなの。あー休憩しようっつって。でもその方が合ってる人もいる。さっきも言ったけど、休憩してある程度休んでから、よっしゃ走るぜって人が合ってるのもいるんだけど、自分それできないのね。一回休んじゃうと、走るぜまでがスイッチが入らないから、余計な時間食っちゃうから、給水所で水を飲んでも、ぐでんってなるんじゃなくて、走っちゃいないんだけど、歩いてる。そのゴール地点に向かってずっと、こうやって考えながら、水飲みながら、歩いてる感じ。で、ある程度立ってやるときにはもう一回走り出すよ、みたいな。そんなイメージです、やってることは。だから、まあ、今回ね、すげえ例えが伝わってなかったら申し訳ないんですけど、何がやってほしいかっていうと、まずその最初に話した時間そんなないんだよっていう、で定期テストの方もそうです、まあ、いつあるかわからないけど、ちゃんと把握してください。把握して1日自分が何時間で勉強するかわからないけど、それを5で割ってみ、その例えば期末テストだったら8とか9で割るんでしょ、割ってみて一科目どのぐらい勉強できるかって大してないからね。だから今からできることやってほしいって、計画を立ててね、やってほしいっていうのを伝えたかったのが1個。そしてもう1個は、自分の目標とか今やるべきこと、それが受験なのか定期テストの目標なのかわからないです。わからないけど、それを視覚的に目に見えるところにちゃんと意識的に、なんだろう、意識ができる環境を作ってください。紙に書くだけだもん。スマホの待ち受けで作るだけだもん。そんなすぐ終わるから。ぜひね、やってみるだけでも変わるかもしんないし、でもそれがあることでプレッシャーかかっちゃって、その心がしんどくなるっていう方はやめましょう。それやってみて違ったらごめん、余計なね、手間取らせちゃって申し訳ないんですけど、一回やってみるだけだったら、その経験失敗になっちゃうかもしんないけど、それさえも経験値にはなるので、ぜひ試してみてもらえたらと思います。